ペペペペコインランドリーやっはー絶叫しびた。やあ、佐々木健介だよ。今回はですね、次の日シリーズの新作絶叫し、おい待て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 、お前次の日の一作目に出てきた主人公のやつだお前ちょっとエモーだってさ、セリフのと17話に突っ込んでもたんやけど、おい、おい、お前は第2作目、第2話の主人公やねお前。はい、というわけでですね、今回、この絶叫シビット、次の日シリーズの新作です。こちらの方、やっていきたいと思います。お前らは3話の、第3話の家族。やばい、突っ込み始めてみたらさ、全然止まらんわ、これ。説明戻るわ、もう。いい加減。ですね、絶叫シビット。今作はですね、ゲーム実況者の小田健さんっていう方を主人公にした、そういう作品になります。俺、小田健さんはちょっとさ、存じないんですけど、結構人気のゲーム実況者だらしくて、これまで次の日って、VTuber ったら、絆愛や、犬神好め、他のゲーム実況者さんだったら、レトロトさんともコラボしとったんだったかな。みたいな感じで、今回は小田健さんっていう方とコラボして、その人を主人公にした作品。絶叫シビットってことは結構叫ぶような、叫ばせるような、プレイヤーを叫ばせるような演出多いんかな。ちょっと楽しみです。やっていきたいと思います。歴代の主人公がさ、さっきから横切っていくけんさ、この辺エモいよね。猫の日の主人公も猫前通り過ぎたけんさ、オールスターじゃ。ダララララッダーダダダダグレンの弓矢のオープニングの映像みたいな感じの壁出てきたこれで次の日って何作目になるん？そうそう10作いったかな。数えてみたらちょっとすごい数になるんちゃうかなって思うんやけど、出たこの飛行機この飛行機たまに出てくる気がするんやけど、次の日シリーズ操作方法、うん、これはいつも通り。ただ横に動くってことは次の日恒例のはずなんよな。あらすじ出してくれるんじゃこれ。あなたは郊外のアパートで一人暮らしをしながらゲームの実況動画を投稿する生活を送っていた。近所のコインランドリーで洋服を洗うのが日課になっているのだが、毎日かすかに異臭のようなものが混ざるのを感じ、おいおいおい、誰かがホームランボール打ち込んできたぞお前。これ将来の野球選手だったらやったー取っておこうってなるけど、そんなん分からんからな今のところ。ただただ迷惑、ただただ迷惑なの。今日は何を着ような。これあ、服装変えれるパターンのやつあるんじゃこれなんで服装なんか細かいな。これ細かい崩壊注意パーカーとか、ヤミさんがデザインとか、これほんまにあるグッズなんかな。普段着はともかく、小田健パーカーとか、鼓膜崩壊注意パーカーとか、ほんまにあるやつなんこれ。ちょっと俺、小田健さんのこと全然知らんけん、俺知らんのですけどさ、これ、11ごと服装変えれるし、シークレットもあるんじゃ。2周目、これでやってみてくださいみたいな、あるんじゃな。あとりあえず普通にさ、ナンバーワンを札着にしとこうか。服装でなんか変わるんかなこれ。なんかさ、小田健さん、主人公の小田健さんさ、こう言っちゃあれやけど、ドラマ版デスノートの主人公のライトみたいな見た目しとるな、横顔。よーし、今日もちゃんと洋服洗えたぞ。帰ったら、ホラゲの実況撮ろうかな。ホラーゲームって結局実況で結構人気伸びるけんな。例を挙げればガッチモンさんとかさ、ホラーゲームの実況に伸びとる人よな。いつの時代もホラーゲームってさ、やるのも面白いけど見るのも面白いところある。むしろやるのが苦手な人間が実況動画見ようようなところあるよね。わっ、これは死亡数負傷数とかさ、後輩えらいことなりそう。
あと、黒人を探してくださいのポスター、第3作目の女の子ちゃん、これ。こういうところ細かいよな。おい、待て。藤原竜也みたいなやつ出てきた。これ、おい、ドラマ版のデスノートと、映画版のデスノート並んで、ちょっとすれ違ったんちゃうん、俺。八神ライト、お前。わ、過去作のスロイの主人公、こういうところ歩くけど。なんか、どうでもいいって言ったらあれやけどさ、細かいところまでちゃんと作り込まれとう感があるな、これ。過去作やった人にとってはちょっとエモい演出が多いんやな、最近。この猫も、この猫もさ、猫の日の主人公だったりするんじゃない？なんか最近の月の日結構過去作のなんかを持ってくること多いよね。なんか変なやつおる。なんかプレデターの卵みたいなのある、これ。エリアの卵みたいなんか。明らかにさ、この世のものとは思えんようなもんがあったぞ、今。さあ、アパートに着いたぞ。誰も突っ込まんからな。こんな、もう、目線の端にあっても、ええってなりそうなもんがあるのにさ、全然気づかんな。ん？あれ？洋服が、なんか匂う気がする。こっからちょっと匂いに気づき始めるってことね。ちゃんと洗ったんだけどな。明日は違う洗剤に変えてみようかな。まあ、1日目だったらこんな反応になるよな。ちょっと洗剤変えてみようかなっていう反応になってまうよな。まあちょっとこれが、まあこういうこともあるかなみたいな感じになってしまうよな。洗剤が悪いんかなって。なわけでアパートなんじゃ。ゲーム実況者、アパートでやいようってことはなんか、アパートの部屋の中って結構防音のなんか格好とか、ものとか置いとんかな。俺実はゲーム実況歴10年目にしてさ、そういう防音的な対策一回もやったことないけんな。よう考えたらさ、ゲーム実況始めて最初の2年ぐらいってさ、学生寮で実況しようたけんさ、隣の部屋のこと気にしながら、でも防音対策全くしない状態やったけんな。ただいま。今も思えば隣の人めっちゃうるさかったのかな。知らんけど。さて、今日も実況を撮るか。何これフリーみたいな。え？いきなりなんかゲームからそういう叫び声出てきたかと思ったら、近所か？なんだ？どっかからフリー素材持ってきたみたいな叫び声出てきたけどさ。交換音ラボかな、これ。交換音ラボの交換音かな、これ。外で騒いでる人がいるのか？迷惑だな。マイクに声が入っちゃうよ。ああ、あるある。近所の音めっちゃ、ああ、これパトカーね。VTuber さんでも配信中にパトカーの音とか入れるときたまにあるよね。あ、パトカーが来たみたいだ。誰か呼んだのかな？事件起きたんやな。この魚のぬいぐるみ気になるんやけど、これ。これ、小田健さんのグズなんかな。俺も、絶叫しないように気をつけよう。だから絶叫し人なんか。ちょっといきなりなんかフラグ立ててきたんじゃ絶叫するっていう。ご丁寧にな。ダララララ、ダダラララララ、デイツ。服装変えれるんかな。ああ、やっぱ来るんじゃ。服装チェンジタイムが。111、洗濯中にやっとんじゃ。あ、そうかそうか。デイ2の洗濯内する服装の中にこれが混ざっとう感じね。と、そういう感じで連続で同じ服を使えんようにしとんやな。なるほど。じゃあ一つずつやっていけるで。小田健パーカー。どっかで買えるんかな、これ。小田健パーカー。確かこれ、ほんまにグズでありそうやもんな。洗剤変えたんな。よーし、今日は洗剤を変えたから匂いがしないぞ。あ、せえへんのじゃ。よかったで。さ、帰るか。おーっと、猫の日の猫、お前目立っとんな、さっきから。だとしたらさ、この辺一体月の日の舞台、歴代の月の日の舞台めっちゃ近所なんやな。この辺悪魔みたいな地域になっとんねんだったら。悪魔みたいな地域やな、この辺。
もう次の日の、なんか、災いみたいになんかさ、至るとこで、ほらほらと出てきて、おいおい、おい、死神の目と契約したらこんな感じになりましたみたいな矢神ライダー出てきたぞ、お前。ドラマ版のデスノートではそういう内容ないんで安心してください、小田健さん。あなたが矢神ライダーになっても、こういうことになるのでね。おい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 、ガラス越しだからってね、やっていいことと悪いことがあるんだよ、お前。おいおいおい、ガラスの世界、ミラーワールドの中で、エイリアが卵を産んでるぞ、お前。わ、あれ、でも昨日の卵になんかこういうビニールシートつけられてるな。ここいなかったっけ？あったよな。ちゃんと対策しとるし。昨日の分の卵にはちゃんと対策しとるし、地域が。さあ、アパートに着いたぞ。手形が結構、主張強いね。おい、卵また産みつけられとる。なになに？わあ、卵落とした主か。なんだあれ。鉄塔に何かついて。あらー、消えてるし、回収した。一瞬で電車が回収していった。クリーン電車じゃ。エリアの卵を除去するクリーン電車通っていた今。あれ、クリーン石、グリーン石じゃなくてクリーン石なんやこれ。なんだろう、ホラゲのやりすぎかな。やりすぎだからって現実でこんなホラーゲームみたいなもん見えましたって、なんか割とシャリにならんぞお前。まあいいや、トークもネタにしよう。俺冗談やけん済まされるなこれ。冗談やって聞きょう方が冗談やって思って聞くけんさ、済まされるやつやなこれ。まあ何せよ、2日目もとりあえず主人公本人には何も送らずに来ましたが、もう割と、二日目にしてさ、侵食度高いんよ。ん？あ、まだ匂い来た？あれ？なんか、やっぱり匂う気がする。ん？でも、この匂い、洋服じゃないぞ。空気中に混ざってるような感じだ。あ、服からじゃなくて、空気中、ここら辺一体から匂いよ、みたいな。でもな、匂いの元っぽいやつ、後ろにあるけんな、これ。まいったな、部屋の中まで匂いが入ってこないといいけど。この地域でファブリーズが結構売れてるんでしょうね。他の地域に比べて、コンビニでのファブリーズとかの売り上げが、より一層多いんでしょうね、この匂いだったら。もう異次元の入り口みたいになってるね。入ったら違う世界観に飛ばされるかのような見た目してたね、今。ただいまー。どうもこの後ろの魚気になるんよな、俺。多分何もないと思うんやけど。さて、今日も実況を撮るか。同じような声でまた叫ぶのやめような。絶叫しびととはいえ、タイトルが絶叫しびととはいえな。わっ、なんだ。あっ、外に誰かいる。結構近いんじゃ、場所が。叫ぶような場所が。なんだ、覗き見る。もちろん覗き見る。誰もいない？どこかに行ってくれたのか？ああ、これは劇場版のデスノートやな。の矢神ライトやな、俺。あ、なんか、っていうか、あれやな。漫画版にも似とんない。漫画版の矢神ライトに似とんな、まあ。そもそも藤原竜也って漫画版のライトに結構似とるような見た目な気がするんやけど、俺。怖がる怖がらない事前にさ、別の作品の話しようからな、俺。実況者としてどうなんかなって思ってまうけどね。今のは、隣の部屋の人、だよな。え、隣？え、矢神ライトの隣が矢神ライトなん、これ。つまり。すごい事実できたよ、これ。
ヤガミライトのお隣の部屋の人もヤガミライトなんじゃ。確か、アイムなんとかって名前、アイムシアンさんでないかも。作者さん、こんなとこへ出てくるんじゃ。部屋に引きこもって、ホラギを作ってるんだっけ。怪しい人だと思ってたけど、まさかあの人は。え、マジで。え、劇場版のヤガミライトって、アイムシアンさんだった。すごい衝撃の事実が全然出てきますよ。なんだ、何が目的なんだ。次に何かあったら警察に電話しよう。前代未聞やぞ。フリーゲームの作者さんが自分のフリーゲームでさ、自分の作ったゲームで登場人物に通報されるかもしれないっていう展開になってる。前代未聞やん。お前、タラララダタラララララ。で、また器用になって、昨日と同じく普段着に戻れるんやけど、やっぱ鼓膜崩壊パーカーなんか気になるんよな。この鼓膜崩壊注意ってデザインと、右下になんかさ、バッでなんか耳のマークあるけど、これなんかあるんかな。ゲームシステム的になんかあるパターンのやつかな。なんかこれ選んだらやばい、なんか演出的にえらいことになりそうな感じがするのは何だろうな。どうだろう、この匂い何なんだろう。街中にずっと匂いが漂っている感じだ。はあ、まあやばい雰囲気漂ってますけどね。その前にこれ空の色とかさ、何かおかしい気がする。早く帰ろう、帰ろう帰ろう。君のせいじゃ、使えとんじゃ。ゲーム実況の取りすぎ、あー使えてるからってこんなもん見んよ。普通いくら使えてる人でもこんなもんは見んよ。これガラスに映るこれとかさ、バイオハザードとかも出てくるネチネチのナメクジみたいなやつとかさ、あの死亡者数と負傷者数がめっちゃ増えてきてるんよ。いや警察官もなんか割と負傷しとるような感じになってる。助けてってあるしね。無理ですねこれ、助けれませんね。こんなこともあったら、お前街中がやばいことになっとるのにさ、主人公は全く意に介さず歩いているというね。これが次の日の世界観って感じだよな。ザ・次の日、次の日中の次の日ですよ。しかしもう歴代の作品やよったらさ、こんなんで俺絶叫せえへんけんな。普通にシュウペイでーす。もうさ、次の日何作もやっとる人からしてみればこんなんで絶叫せえへんけんな。ん？めっちゃくちゃ赤い。あ、シャア専用の救急車通ったぞ今。シャア専用の救急車通ったよ。目的地3倍のスピードで駆けつける。シャア専用救急車、ありがたいな。シャア専用救急車があるんじゃ、ここの地域。そんなわけでまた。いつものドア壊れてるやん、お前。わっやっぱ後で管理人さんに言わなくっちゃ。あくまで経年劣化よ。へし折ろうと思ってへし折ったわけじゃないよ。ただ、俺が飽きた時に壊れただけであってね。勘違いしないでね。だから、その、修繕費とか俺に請求しないでくださいね。そのうちこの階段も落ちそうな気がするよ。ちょっと吉本新喜劇でありそうな感じのパターンでさ。登ろうとしたらわーってなるやつ。さて、まあ次あたりでさ、次の日来るんかな、この展開からしてさ。そして今回も隣のアイムなんとかさんは現れるのか。劇場版のデスノートの八神ライトであるアイムなんとかさんは現れるのか。おるか、おるか、これもしかしてこの目線。違う人じゃないん、これ隣の部屋の人だ。アイムシアンさんちゃうな、これ見た感じ。
昨日の嫌がらせ、アイムシャンさんか、俺後ろ姿だけにちょっと分かりにくかったけど、本当にあの人がやったのか。あ、選択肢2つある。そうやな、次の日って最近さ、純粋なホラー展開のルートとさ、逆展開のルートあるけんさ、え、これどっちなんだろう。話しかけるのかがホラー展開なのか、部屋に入るのがホラー展開なのか、どっちなんこれ。どっちと取ればいいんだろうこれ。まあ両方とも実況でやるつもりやけど、どっちがどっちなんだろう。話しかけとこうとりあえず。性格これはホラー要因っていう人がおるけん、まあどっちから先やってもええかなって思うやけどさ、どうせなら正規ルートのホラーの方先やりたいっていうあれがあるな。よし、話しかけてみよう。よっしゃ、行くぜ。よう、髪型えらい変わってるね。てかえらいねことになってますよ髪型。わあ、どう見ても矢神ライト。わあ、矢神ライトじゃお前。計画通りの時の目やめろお前。もうさ、これ見て矢神ライトって言う人俺以外にもおるだろこれ。それぐらい矢神ライトやけどこれ。はい。やばい、もう矢神ライトにしか名誉やってきた俺。ああ、お隣の、昨日うちのドアを叩きませんでしたか。それに最近外で叫んでいる声について何か知りませんか。あなたはまだ、え、お話ししたいことがあります。どうぞ上がってください。部屋に入れって。あの人部屋に引きこもってホラゲ作ってるって。どんな部屋なんだ。え、作者さんの部屋忠実再現したような部屋出てくるんかなこれ。え、これファンにとっては割とあ殺風景っていうか、物の置き方とかは見せてくれないんですね。どうぞ。え、これどっちなんだろう。ホラー展開なのか、逆ルートの方入ったのか。ん？鳥？おっと、こんなところに鳥居立つか。てか、えらい川流れてますけど。赤い赤い川が出てますけど。大洪水ですけど。わざわざ招く理由はなんか。いや、えげつないポスター貼りまくってんな、おい。いや、ホラーゲームの制作者でもこんなこと、こんな絵、壁に貼らんだろう。不気味すぎる。この不安よ、おー、やめろ、この角度、お前。その角度でないとこっちを見れんのか、お前。は？この絵は、何ですか？この魚に見覚えはありませんか。え、過去作、次の日の過去作の話じゃないなこれ。こんな魚見たことないもん俺。小田健さんの身内ネタなんかな。え、見えていないのならよかった。あなたはまだ間に合う。ん、間に合うって。まだ助かる、まだ助かる、まだガスカル。え、ゴージャス、ゴージャスの話してる。何のことですか。いや、知らない方がいい。はあ、え、これどっちのルート。マジで断末魔の叫びが聞こえる。この町も
もう終わりです。とっくにあんたが終わってるなよ、これ。見えるようになったら終わりなんです。こうなると絶対に逃げられない。さっきから何が言いたいんだ、この人は。ずっと様子がおかしい。なんか、なんだろう、雰囲気変わった？え？あれ？なんか、頭の形が。私は見えるようになってしまった。おー、ああ、変な出来物できてる。私も、もう終わりだ。償いからは、逃げられない。償い？あなたは、まだ間に合う。この町から逃げ出せば、きっと。え、結構逃げ出して生存エンドとかあるんかな、俺もしかして。どうなんだろう、次の日発出の生存エンドある？あるかなーなんて。え、さっきから何なんですか、黒町から逃げ出せって。あなたには一体何が見えてるっていいんですか。うわー、そんな人が襲いかかってきたー。え、連打で逃げるパターン？これ。なんだよこれ。あ、連打はせんでいい感じだな。そういうゲームオーバーがあるゲームではなかったかもしれない。なんだよ今の。結局、悪趣味に脅かしかっただけなのか。わあ、見えてしまった。なんだなんだよあれ。これが見えてしまってはいけないものか。うわっ、逃げよう、急げ、まだ間に合う、まだ助かる、まだ助かる、まだ助かる。俺の心にはゴージャスがいるぞ。まだいける、まだいける。これほんまにもしかしたら初の生存パターンのやつあるかもしれんぞ。え？水が。わあ、これエニアってやつ、エニアってやつ。おーっと、なんか飛んできた。おーっと飛んできました。うわー、目の前がだいたい赤くなって、何が起きてるかちょっとわからんような状態になってる。大洪水。逃げるぞ、逃げろ逃げろ。後ろからなんか気にするな。助かった、もしかしてこれワンちゃん。助かったかな、まさかの初の生存エンド来る。あ、後日。え、後日さん来たぞ。え、マジで生き残ったんこれ。何これ。いや、その魚に注目せんでええと思うんやけど、なんでそんな魚に注目しようんこれ。あ、スタッフロールじゃん。あら、え、これ初の生存エンドなこれ。主人公、過去作の主人公全員最終的には絶対に何かこういう目に遭うんよ。こういう目に遭うっていうかさ、向こう側に行って終わりでさ、生きてこの世界から出れた人なんか一人もおらんかったはずなんよ。あー、マジで今回生存エンドあるんじゃ。
ってことはあれか、あのエンディング別の A ランドったらさ、あのアイムシアに話しかけずに部屋に入ったらさ、ほんまに死ぬパターンのやつあるんか。あ、ホラー展開が2種類でハッピーとバッドのパターンに分かれとう感じかな、かもしれん。初の生存エンド。アイムシアンさん、ありがとうございます。後ほどね、もう一つのエンディング見させてもらいますんでね。てか、アイムシアンさんがさ、矢神ライトだったとは思わなかった。ゲーム制作とかしながらさ、悪人裁きよったかな。しかし、この街はもう終わりか。っていう感じ。そして絵に抱えとった感じの鳥居が見えてきて、魚が沈んで、話は幕を閉じます。シンクロン、そんなことがあるんかな。うわ、終わったぞ。ワンチャンこれほんまに生存エンドだったかもしれんな。これこの後の展開を想像にお任せしますとはいえさ、明確に死んだっていう話にはならんかったんよな。へえ、こんな終わり方もあるんじゃ今作。誰だお前。もうネタに完全に振ったようなコスチュームで、たけし、誰だたけし。わあ、その髪型でたけしって、お前青鬼じゃないかお前。もうおふざけにいいリソース割いたような見た目になれるやお前。みんな来てみちゃった。いや、ただの変質じゃないよ、これ。この翼とか、もう、リーゼントとか、ただの変質じゃないよ。T シャツのデザインもおかしいしさ。この辺の匂いよりもさ、何かがおかしい気がするってお前の服装だよ。一番おかしいはお前の服装だよ。というわけで戻ってきました。選択肢のところ。話しかけろ1周目でやったんで、2周目は部屋に入る方をやります。これどうなんだろうな、ホラーのバッドエンドのルートに入るんか、ギャグルートになるのか。ここ最近結構ほんまにギャグルートってもうさ、次の日用意されてることあるけん、そっちかもしれんけどな。ま、あの人が犯人とは限らないしな、ことをあだてない方がいいか。けど取り方によったらさ、ここでこの状況についての説明がなかったけんさ、をされずに次の日迎えるけんさ、逃げられずに朽ち果てるエンドの方に入っていく可能性もあるなって俺は思うんやけど、どうなんだろうこれ。なんだか嫌な感じだな。変な匂いをするし、叫ぶ人はいるし、これじゃあ落ち着いて実況も取れないよ。あ、でもなんかこれホラー展開がもらう続きを感じがするけんな。え、まただ。あ、まだどんどん叩くやつが。間違いない、外に誰かいるぞ。だ、誰なんだよ。あ、また叩く、なんか覗き見る選択肢出てくるんじゃ。こう選択肢がわざわざ出てくるあたりさ、このまま置いとったらさ、何か別の展開になるパターンっていうのが過去にあったんやけどさ、今回はさすがにないと思うよ。ふざけやがって。で、覗き見たらどうなるか、思いっきり叩きよな、これ何回も何回も執拗に。おらんのかーい。でもおらんのかーい。誰もいない。出たー。うわっ、来るぞユーマ。な、なんだあいつ。
やばいぞ、警察を呼ぼう。え、また選択肢みたいな出てきた。電話するの選択肢、これなんかいちいち選択肢1個だけ出るパターンでさ、そのまま放っといたら何かあるんかなって思うけんと思ってしまうけど、何もないこと確認したんで。は、早く早く出てくれ。あ、もしもし、警察ですか？あ、ここちゃんと声あるんじゃ。え、あ、いや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 、いや、そっちも叫んでんかーい。は？毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうわ。あ、次の日だ。いや、次の日か、これは次の日が出てくるパターンがラストデイ。次の日じゃなかった。いつも出てくる次の日じゃなくて、次の日じゃなくてみたいな、じゃなかった。いや、その服そのままくれんじゃ。やっと匂いが消えた。いや、前の服装引き継いどんじゃん、これもう匂いに悩むことはないぞ。帰ったらフラゲの実況との。やばい、主人公がさ、見た目だけじゃなくて内面も怒り始めてきたよ。やべえやつ通った、やべえやつ通ったぜ今手前に。お前ケガ人めっちゃおるし、制度人たくさんあるし。わあ、警察官の人、死者死亡者数がめちゃくちゃ多いぞ。出たよ、これが次の日じゃ。そう、これが本来の次の日。まさか1周目でさ、生存エンドの方があるとは思わんかったけんさ、結構目新しい次の日を見せられてるか。これが本来の次の日だからな、みんな。この結局救いがないっていうのがさ、恒例の次の日やけん。なんだ、急に歩ききれなくなったぞ。アイムシアンさんのセリフがない、聞いてないけんさ、逃げるっていう発想に至らんのやな。はい、これ波の人だったら叫んでますけど、俺は叫べませんでした。え、これさ、波の人だったらさ、絶対いいもので叫んどうけど、俺全然叫ばんかったけん。 V のモデルとか見てみ、多分今目つぶらんかったと思うけん。うわって目つぶると思うけどさ、それもなかったけど、俺次の日常連やけんな、俺。そしてアパートに行きまして、はあ、やっと着いた。早く部屋に入ろう。うわ、めっちゃ捕まってるやん、これ。落ちてるやん。でも結局落ちてるやん、この魚。いらんなもんが落下しようけんさ、老朽化が激しい、ただただ老朽化が激しい感じに。アイムシアンさんどうなったのかな。こんにちは。あ、また見かけたんじゃ。
や、こんにちはって、こんにちはって反応するか、それだよ、お前。わ、どうしたんですかってなるだろ、これ。条件で見たら、これ。なんでそんなとこに戻れてるんですか、危ないですよってなるだろ、こいつ。普通は、こんにちはって声かけるような見た目じゃないよ、これ。なわけで部屋に入った。ただいま。けどあくまで主人公はちょっと正気を保っとるような感じだな。え、なんかおる。おい、部屋になんかおるボタンのやつじゃ。部屋に入ってもこの先覚えばい。もうなんか部屋に入られとるからな。もうドッキリでしたじゃすまんようなレベルのことになってますけど、これさあ、何が待ち受けているんだい？誰が俺の部屋で待機しているんだい？あれ？待て、もう一人の自分？もう一人の僕出てきた。武藤遊戯じゃないのにもう一人の僕が出てきた。俺は、昨日ここで、死んだのか？冷静！なわりには言ってることのわりにはめっちゃ冷静。なるほど、すでに死んでるんじゃこれ。は？え？死んだ後なのにまたなんか襲われるの？死んだのに、もう死んどるのに？後ろ？志村後ろは始まったよ、お前。ドリフが始まったよ、お前。てか、もう死んどるのにさ、まだ殺しに来るんじゃ。何か、あるのか？冷静すぎんか？この主人公。来たー！死んだ後でもさらに黒字来るらしいよ、これ。わー、一層だ。死ぬ前の自分と死んだ後の自分全部一層された。そうよ、これが次の日よ。この結局助からない的な展開が次の日。一瞬目で見たあの展開の方が入れないよ。そしてここんどこそ誰も助からないエンドか。あー、連れてこられてる。こんなとこまで引きずりにこられてる。これ、あ、これ俺が動かしていいんじゃ。俺が動かすんじゃこれ。なんかこの宝捜査権を俺が取っとるんやけど。ああ。サフローラ入ったね。そんで。というわけで今回の次の日、まさかのさ、生存エンドがあるんじゃ。何気に10年くらい歴史がある次の日では初じゃないん。初じゃないん、これ。生死不明な感じではあるけどさ、まず死なんかったっていう。おそらく脱出できたんじゃないかなみたいな感じの終わり方するんが初めてだったけんさ、そこがもう異例な終わり方だった。そしてちゃんと分岐でこう広めに会う感じの展開もちゃんと用意されとって、初の試みかもしれん、意外と。これがなわけで今作の次の日もバッチリ楽しませていただきました。ちょっと自分の中ではさ、八神ライト2人出てきたんがちょっとツボなんやけど。うん、今後もいろんな展開が、これすごいよな。次の日何作も何作も出してるのにさ、また新しい展開でさ驚かしてくるけんさ、ほんまフリーゲーム界のさ長寿番組な感じやけんな。今後の展開にも期待させていただきます。なんだ？マツッキル。
割と近い声を出せるんやな。小田健さんとちょっと共鳴証言だ俺今。アイムシア毎度毎度楽しませていただいております。ありがとうございます。ということで今回は絶叫シビト、次の日新作絶叫シビト実況させていただきまして、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともども次の日シリーズはですね、毎度毎度出たらすぐに実況していきたいと思います。それ以外にもこんなゲームがあったら、ゲーム実況してほしいなっていうリクエストがありましたら、 できるだけちょっとご要望にお答えできたらなと思いながらおりますので、よろしくお願いします。というわけで皆さん、お付き合い